はい、大月です。ヨットをやっていきたいと思います。今回、後手からですね、相手が、ジュンギンさんですかね。ジュンギンさんのカービィのアイコン、カービィハートマークの方ですね。よろしくお願いいたします。さあ、相手はいきなり S ストレートと書いてますんでね。まず S ストから入ってくる感じかな。B ストからは入ってこないでしょうね、この方ね。S ストからですよね。まずは、S ストと。今日はほうじ茶を飲みながらやりますよ。さあ、来たか？読んでいこうか。読んで、3つ。おっと、ストレート、オッケー。ならば、4外しの、1、2、3で5ピンポですね。お、来た！上、上向き、上向き。あかんか。ほんならまあ、並びかけてと、いうイメージンググレース、いかがですか？カービィさん。デュースやな。同デュース狙い。うわー、これヨットチャレンジやな。バチン行かれたらきついな。勘弁してくれ。うわっと、オッケー、裏切ったな。一瞬ね、ヨットやったんですけど。多分向こうの人、うーって言ったと思うわ。粘れーってなるよな、あの場合。サイコロにこう、念じてしまうっていう。念力をかけようとするからね。これだから同じ手ですね。手口としては同じ手口。オッケー、同じや。もう完全にやってることが同じ。で、俺はヨット当てますよ。2、上向き来た。ダイレクトテイスでヨットや、これ。ほら、来た。はい、ヨットー。上向きのど真ん中、ダイレクトテイス50点。さあ、一気に、超絶リードといったところ。ただ、これでも負けたりするからな、普通に。ヨット取って、相手ヨット取らず負けとかあるからな、これ。5。オッケー、まあまあ、最低保証ライン。最低保証ラインのその発音大事ですね。英語の発音が。おっしゃ、俺もまた5や。これすごいな。なんか、相手と同じ手口で言ってるような。これから、あ、惜しい。もう一回ヨットの可能性あってんねんけどな。525っていう可能性あったんですけど。いけ！あー、1やったらこれ5やな。6とかやったら4ダイスいったら思ってんけど。ドーン！アドバンテージを提示。さあ、これはストレートに見えますね。4、5、6。いや、でも狙う方がいいんちゃう？ビーストは当たらへんもんね。2、4、5、6。あ、もうピンポイントで3注文かけたな、これ。いや、それはまあ、チョイスいくんかな？チョイスいくな、これ。チョイス21やな。そう、注文書きは結構きついからな。1、6両待ちじゃないとね、ビーストはあんま狙ってもな、とこやからな。6、6、4、4でいきますわ、ここね。で、フルハウス狙います。強気に。あかんかったら俺もチョイスでいいや。来い！よっしゃ！フルハウス24取りましょうか。ほい。まあ、6644フルハウス狙いはいいよな。チョイスがでかいから。さあ、相手ヨットチャレンジですね、これ。これヨット決められても俺のがアドバンテージあるから大丈夫だね。決められたら結構痛いけど。なかなか当たらへんもんな、これ。あ、噂の上向き！ただ一瞬振るの遅かったな。トレー、12点。これで相手ボーナスほぼ硬いな。6行きましょうか。6を3つ4つ狙いたい。うわ、裏切られて。裏切られたけど逃走か、そのままな。通して当たれ。外れたらデュースで行こうか。え、これエース0でいいんかな、逆に。エース0で行きましょうか。666。基本エースは0でいいかなっていうね、考え方あるんで、今回エース0で行ってみましょう。え？やった！さあ、並ばれたが、まあ、フルハウスの観点からまだ有利、チョイスも残ってるし。4行こう。これビッグ狙いたいけど、外したら痛いもんな。4でいいやんな。4、4、うわー、マジでこれ外れるぞ。これ外れたらまずいな。当たれ！外れた！じゃあもうチョイスするか。いや、これチョイスしない方がいいか。ビッグストレート切るわ。チョイスせんとこ。これしょうもないチョイス取ったら負けるわ。まあ、素直にエース狙ってって形やね。
まあ、これはもうヨットしても全然問題ないですからね。エースヨット。3。まあ、4点という形やな。さあ、なんか来い。まとまって。割とまとまったから、4行こうか。ここちょっと4絶対欲しいよな。いや、ここで来なかったらもう厳しいって、ほんまに。あ、もう3でいいか。3で、2つでもいいわ。うわぁ、もう、じゃあ、2、4つでのやつでいくわ。これでいくわ。ちょっとまずいな。これでもまだ借金なしやからね。ちょうど借金なしやから。6。3は埋まってるね。6続投。よし、ここ外したら相手どっか切るぞ。あ、もうどうせ外れんのやったら、あれか、B 狙おうっていう。4、5、ダブル両投ね。さすがに無理やな。B 切りかな。B 切り。いや、4台切りか。4台切っといたらどうや？ B 切りか。3、4、6狙い。おっ、6結構来た。ここはチョイスもあるから、しっかり6狙っていきましょう。行こう。よし、6。フルハウスは関係ない。よっしゃ、6の上向き。そのままティスします。オッケー、完璧。これはね、多分、ラボーナ取りに行った方がいいと思うわ。ボーナス狙いで。フォーダイスもね、魅力的やからそっち行っちゃいそうになるけど。さあ、ビッグストレートに見えますね、これ。ビッグストレートや。フォーダイを切っておけばよかったものをって感じやけど、まあ、その時はまた世界線が変わるんで。そのタラレバー通用しない。世界線が全部変わるから。そうやね。で、6、3つで成立やもんな、相手。4かな？か、チョイス狙うかやねんけど。まあ、4で一旦行きましょうか。6、6やったらさすがにこれチョイスやな。チョイスかつ4ダイス狙い。オッケー。で、これで、しっかり4ダイス26点加点していく。盤面有利。うわーと思ったが、よかった。あ、でもこれ5の4ダイスやられるわ。うわっと。5の4ダイス成立。22点。大接戦でお伝えやな、これほんまに。フルハウスがでかいぞ、俺。3、4、3、4、3、4。3、4。ほんなら、ま、4でいきます ?4 でいこうか。2ばっかり。これはひどい。え、8で入れていいんかな、これ。8入れたら56か。ちょっと厳しそうやな。56やったら3つってなるもんな。チョイスいきますわ。相手としてはもう6でフルハウスとかまあ6とかって感じだね。うわっ！ボーナス確定された、まずい。これで俺がラボーナ見せたら負けか。ボーナス確定で、しかもかなり広げられるぞ、これ。よいしょー！ミスれないなぁ。4いっぱい来い。1つ。よいしょ、4。4、4、4、4、ダメなやつや、これ多分。負けたわ。これ8で、3で入れたら、3で入れたら51。一緒か。どちらにしろ3つ当てなあかんから、こっちでいいんか。どちらにしろ3つやな、これ。フルハウスはもう勘弁してほしいけどな。お、5522。これ当てられたらまずいか。せめて2とかにして。22やったら大丈夫じゃん、多分。多分大丈夫。追いつける。追いつける、追いつける。多分大丈夫なんで。あんま変わらない、これ、結果には。3いっぱい来い！うわ、1個！ナイス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 。いやー、おっしゃ、3の上向きいっぱい。そのままダイレクトエースします。オッケー！さあ、ここでラスト！運命。いや、3の上向き1個は欲しいな、さすがに。
ちゃんと調整しよう。あかんな。6ばっかりやな。4。あかんか。そんな上向き消えへんな。おっしゃ、来た。いけ。あ、さようなら。ありがとうございました。帰ります。ありがとうございました。さあ、マッチングしていきましたね。相手がデジで大王ですね。先手から行きましょうか。さあ、これはもう初手5で行きましょうか。さっきのボーナス取れない、痛かったな、ほんまに。ラボーナはやっぱ取らなあかんもんな。よし、だからエースとかでもちゃんと1点とか大事や。うわぁ。まあ、だから2点とかでも大事やな、地味に。ちょっとでも点あったら助かるから。さあ、ストレートに見えるんですが、それは違うみたい。はい。5を続投ってことはチョイス切らざるを得ないよ、これ外れたら。当たるんかい。5、15点を提出していくという形。お、ほな、俺もじゃあ、ドシーンといこうかな、これ4つぐらい当てて。オッケー !3 つからの4ついこう。はい。あかーん、まあ、最低保証って言ったところ。エースの借金返せず。さあ、これはデュースかな?みんなうまいもんね。6に切り替えるのか、この場合って。いや、続投でも、投すきやな。うわ!おうちや!どっちやろ?あ、22行くんや。まあ、そらそうか。ほんな、俺はここ、デュースで勝負か。デュース4つ当てて借金返済狙います。ああ、一応あれやな。両待ちみたいなのあるけどな。まあ、いいか、ここは。2来い。あ、5なんや。フルハウス、じゃあ、提出しようか。これだって3点しか、あれやもんな。差がないから提出でいいや。ストレートに見えます。そうやんな。ここで B 当てられたら、こちらも B 当てないとあかん。S ストレート。まあ、S ストレートだね。提出していただいて。俺もストレート欲しいな。ストレートとフルハウスが終わればもう同じの狙えばいいからね。あ、これストレートかな。一応ヨットも狙えるけど、当たらへん。あ、なにこれ。大丈夫?ちょっとあかんな。これトレイに切り替えるか。いけ !3! うわー、なにこれ。へっぽこいことこれ。いや、でもこれでいいんか。4か6、4つ当てればいいから、これでいいんや。どちらにしろ借金やからさ。4か6で4つ当てれば買えるんで、これでいいや。3、4、5、6まで行って、ピンポイント、ビッグ。あ、チョイスあるからね。確かに狙いやすい。ここはチョイスを切るという判断ですよね。これだってそんな都合よくビッグ当たらへんから。チョイスを切るという判断。OK、24。24とか数字あんま関係ないからな、これ。結局先に切ったら負けみたいなとこあるから。数字関係ないですよね。チョイスが27であろうが先に切ったら結構痛いっていう。OK、来た!で、これで借金返済かつ、4つ。あ、まあ4つやね。で、これで大丈夫です。24。ボーナスへの圧かけ論。4、4か。4やね。相手は最低保証ラインが欲しいところ。裏切られていく。さあ、これ外れたら相手もチョイスがないですし、エース切りという判断になりますが、エース切りですね。オッケー。借金させた。ストレートの子、なんか来い。あ、まあ、デュースかな。ここも上、さっき埋めるというプランになるわ。4。4いきますか。いや、もうデュースかな。デュースで、もうこれでええわ。うん、これでいい。4でええわ。4で提出しよう。で、どうせ資産12やからさ。一緒やねん。
だから3つ当てればボーナスやから、これでええのよ。6番。6番が2つ。で、これは絶対に当てたいとこやね、3つは。3つ当たった。助かりましたね。18点か。ん？そやな。で、どっかしらで俺は4を3つ当てるというイメージなんで、こっからはちょっと、別件で狙っていきたいな。5の4ダイスとか、なんならストレートとか狙わなあかんから、こんな感じで残していこうか。おっしゃ！ほんなら、5の4ダイス、かつ、チョイスやな。うわぁ、チョイスにしてもなんか、しょうもないチョイス取らされたな、これ。大丈夫？相手がどっかで、そう、4を4つ当てないと厳しいから、当たらないでくれ。あかん。最低補助ライン確定から？やめといたらどうや？よっしゃ。借金帰らず。よしよしよし。これで相手ボーナス取れないっていう世界線あります。俺の方が有利な盤面ではある。ストレート。これ申告されへんね。これストレートっぽく見えたのに。ストレート狙うんやったらこうか。で、4を一回呼ぼう。4。333。で、この場合はだから4ダイス狙って外れるやつやん、これ。外れるやつやな。な、ヨット切りという話になってくる。で、これ相手は、フルハウス終わってるんで、デュースとかかな。あ、6の4ダイス。よし、欲張った、でかい。ここでデュースいかんかった、ありがたい。そんな甘くないっすよ。今のデュースをね、かたくなに狙われたらちょっと嫌やったんですけどね。大丈夫やんな。オッケー。で、ヨット切り。オッケー。いけるいける。4個4、4、4、うわー！なんじゃこれ！これダイレクトデュースやな。欲張らずに。ダイレクトデュースや。4が1になったら嫌やから。地味に4がでかいかもしれん。さあ、6の4ダイス欲しいよな、そらわかるわ。俺が今当てたもんね。おいチャンス！ただサイコロは2つしかないですからね。はい、厳しい。B 切りか？おー。4見つこい。あ、いらんな。な、どれもいらんのか、これ別に。いらんっていうの。なにこれ。ストレートやな、だから。四五六か、これな。四五六で、三狙いやな。あ、四二つのパターン来ちゃったよ。まあ、B はもういいかな。いいわ。いやー、これほんま、どうだ？どっちが取る、この試合。俺が取れそうやけどな、なんかもう。あ、ストレート狙う。もうデュースとかもうバックに狙った方がいいんじゃないの。で、3ピンポイント待ち。ま、これ当たれば相手一気に上手になるからな。当たらない。そうやな、そうなってくるからな。さあ、4がどんだけ来るか。おっしゃ、4がいい感じに来たんで。これはいけるやろ、さすがに。もう一個呼ぶだけやから。あかんのかな、もしかして。これもしかして345のがいいやつ。345の、両待ちか？いや、いや、4狙いの S スト切りか。あ、4来た、4来た、よかった。はい、ボーナス。あかんか思ったよ。これはさすがにいったんちゃう？もう相手全部当てても無理やろ。全部2とか3とか来ても無理やと思うわ。10個ずつ来てもあかんやろ。2が5個、3が5個って来ても届かないでしょ。これは持ってったな。おー、4つ来たか。4つで、どうだ ?3515 で、もう届、あ、3515で一応届いてしまうな。これまずい。3515で届いてしまうわ、これ。
逃げなきゃ。なんか来い。おっしゃー、はい、これでも絶対届かへん。オッケー。もう確定逃げ切り圏内まで行った、これで。さあ、3当てた相手もラボーナ取りに来てるね、これね。おー、すげえ、ほんまに危ない、これ。すごっ。ラボーナドシーン。いやー、対戦ありがとうございました。いやいやいや、なかなか大接戦演じてるな、おもろいな。さあ、マッチングしていきましたね。相手がしずえさんの方、ドリーさんですね。よろしくお願いします。さあ、66といったとこですかね。いきなり6、3つのアンテプランを組もうとしている。55かな、フルハウス狙い。お、すごい、遠心力を使う方、それうまい。おー、危ない。初手チョイスの25。25チョイスは結構でかいけど、でも先に切ったっていうのはでかいからね。これ234かな、ストレート欲しいよな。ストレート取りに行きますか、一回。一回15両待ちで行くわ。4できたか、ほんなら4に切り替えよう。4、3つで、で、4がもう一つ、もう一声でさすがに欲張りという判定か。OK、まあいいでしょう。いや、ボーナスがほんまにいかに大事かって言ったとこやからね。ほんまにボーナス大事。いやー、狙わへんねや。あ、もうチョイスがないから、フルハウス狙わへんねや。で、リスクヘッジで3に切り替えて、まあ、最悪3はもう2ついいよっていう判断か。もしくはエース切り。あ、エススト通ったか。助かったな。エススト通していくと。さあ、これは相手、切断したか？大丈夫か？あ、大丈夫でしたね。ここで切断はちょっと意味わからへんもんな。まだ、あまりにも勝負わからへんもんな。ゴー！あ、これまずいですね。これこそ、3、4、5のストレートですね。6、2、両待ち。OK。成立。助かった。こちらも抵抗します。ドーン！55かな、これは。相手 S ストーンこれで終わったし、チョイスも終わったから、結構もう同じ数字を狙うとイメージンググレーズになるんですが、フルハウスを引き当てていく。ドカーン。よいしょ。おー、来た！スーパーエース。スーパーエース来ました。これは俺多分ヨット取ったと思うわ。いきますよ。しっかり狙って狙って、今一瞬エースがふちゃっと見たんで、チャンスです。あかんか。ここ取りたいな。よーく狙って、よーく狙って、1が、来たが、どうだ、ダメだ。なんならまあ、エース4でいうことでね。まあ、エース4もいいですからね、結構。4。わーっと4、3つの最低保証ライン。ブライン。おい、まあ最低保証でいこうや。お互いね。俺もだからフルハウスで27とか28とかかましたいね。お、いや、もうエースいらんのよ。ってなると6か。エースも埋まっちゃったからね。3に見えます、これは。3、3、3。で、一応36分の1ヨットチャレンジという形ですが、まあ、いや、今回はほんま最低保証ラインでいいからね。エース4取ってるから。借金なしなんで。最低もここは最低保証ライン。おー、成立させたか。さあ、遠心力を使ったが、安定やね。お互い並びかけて、並びかけての競馬。いや、このフルハウスはちょっと負けちゃうな。取りに行けないね。お、来た！これでさらにもう一声、ビーン！はい、こんにちは。15点。やばい、まとまった。これまずいか。いや、でも、フルハウス埋まってるもん。6やな。ここで6、4つ当てられたらもうお手上げですわ。あかん。3つで勘弁しといてくれ。うまいな。おー、クッキングしてるもんな、もう。サイコロで料理しちゃってるからね。
6でいきましょうか。いいね。なんか全部最低保証ラインで取れそうやな。ボーナス。あかんのかい。ちゃんとせえよ。6やで、6やで。分かってんな。帰ってこいよ。帰ってこへんやないかい。でもこれデュース4入れたら結構借金になるから、もうチョイス入れざるを去るですね、これは。まあ、3、4、5で狙うっていう手もありますけどね。エースにしといたらどうや、今回は。5とか、そうそうそう。相手としてはボーナス取らなあかんからさ。あ、デュースに切り替えるんや。そらいい手やわ。ここで外したら相手借金。外した。さあ、これで5を4つ当てなあかんという追い込んだ盤面ですね。うわぁ、今6、1個。余分に転がったな。6帰ってこい。よし、帰ってきた。で、これにより、ヨットチャレンジが成立すると。いけ！よいしょ、6に見えますよ。ヨット。ヨット取ろうか、これさすがに。ヨット取ります。あ、これは、16両待ちやな。これは16両待ちでエース切りでいいんじゃないですかね。6来た !B ストレート。まあ、これはしょうがないな。16両待ちはもうね、当たる確率は高いですから。26、俺は。26、26。あ、B ストレート、ああ、ダリフのテニスありがとうございます。ドカーン！相手がエースか5やから、まあ、生振り直しなんや。で、6、6の、砲台狙い、よっとぎ、エース切りか。エース切りやな。どうせ相手5、4つやから、一緒やから。そうやな、計算して多分エース切ると思うわ。そうやんな。俺は2か6をちょっと早めに注文かけた。じゃあもう、欲張って6、全部当てるで。よし、あーん帰っていったな。いけ、6!よし、6に見えますんで、はい。30点。え、これもボーナスやろ。さすがにボーナスでいいと思う。もう確定ボーナスでいいよ、これ。ドカーン！フルハウスとかも取りたいけど、これボーナス見せたら怖いもんな。で、ボーナスもクソもないんけど、フルハウス30点とかやったらもうボーナスやもんな、それ自体が。じゃあ見せたか。じゃあもうフルハウスでよかったわ。そういうことか。30点取れたらもうそれ自体がボーナスやないかい。ヨット切りか。いや、もうヨット切ったら勝ち筋がないという判断。あ、フルハウス？じゃあ入れますよ。ドーン。最低は5、もう全部5狙うしかないんか、もう盤面的に。起きたやん。とりあえずここで5、4つ当てて、バトンを繋ぐしかない。バトン繋げない！ボーナスが取れない。さあ、ここは6の4ダイスでさらなる加点。過去最高得点を狙っていこうと思います。じゃあ2で。いけ！あー、まあまあいいや。2。さあ、5でヨットチャレンジ。ノット。ノットですね、さすがにね。で、最後の俺の4ダイスチャレンジ。何かしら打点。6でいこうか。最大打点の6で。おー、まあまあチャンスありといったとこ。全部6来い。綺麗に、それ、あかーん。てなわけで、まあ2、4、1ということで、これ引きが良かったっていう判断になるな。結構相手もね、同じような動きやったから、引きで勝ったっていう試合でしたね。さ、マッチングしましたね。もう一回同じ方ですね。さ、相手まずはクッキングから入ったな。さすがにクッキングで調整してから引きたいという判断でしょうね。ゴロゴロ、ポン。うわぁ、マジかよ。そんな戦法あんねや。クッキング戦法でいきなり B 当てられたな。
俺別、あ、なんかあるわ。あ、プロコン振ったらこれ、揺れんねや。知らんかった。プロコン振ったらなんか、揺れた。それ知らんかったわ。ちょ、もう一回やってみよう。プロコンをさ、こう縦に振ったらこうやって振れるわ。あ、すごいすごいすごい。知らんかったわ。うわぁ。じゃあもう2とかで行くか。2行こうか。よし。頑張れ、2。よし、頑張ってくれた。よかった。ほい。さあ、お相手は、333。ストレートに見えます。あ、相手サイコロもう一回振れるのに間違えよった。いや、もう終わったと思ったのね。いや、俺もこの間ね、一回ね、コメント欄で、ご指摘いただいたんですけど、フォーダイス当たって、直接入れてしまったんですよね、一回間違えて。気づかへんかったんけど。だからそのヨットチャレンジできたのに、なんでせえへんねんってめっちゃみんな言われてました。すいませんでした。だから今の相手の方もさ、もう一回触れることに気づいてなかったよな。これほんまなんか錯覚するときあんのな。三回目と思って振っちゃうときあんねん、これほんまに。66。さあ、これはチョイス切りかエース切り。チョイス切り。オッケー。でも相手ストレートという仕事が終わってるからな。お、フルハウス何の話や。しかも一番いらんやつでやってるやん、これ。生振り直しかな。いや、帰ってくんのかい。6で通すか。まあ、チョイスで。23でいきますわ。一応相手より1点上回ってるという点で、チョイス切りですね。B ストレートの分をヨットとかで返さなあかんから。うまい。これはさっきの分を多分仕返しされてるな。調整入れて、6上向き、うまい。うわーっと3。かなりピンチ盤面。ですが、まあまあ、まだまだ、チャンスはあります。6でいこうか。一応4466はあかんな。フルハウスあんま狙ったらあかんわ。チョイス切って持ってるから。な、3でちょっといきますか。最悪外れてもトレイでいいわ。お、粘った。よし。上から最低保証。あらゆるピンチを切り抜けてきたんで、俺は。結構ピンチですけど、まだこっからやってみせますよ。さあ、5。これもう一個当てられたらマジできついよな、これ。さあ、調整入れて。外れていく。さあ、俺はビッグストレートさえ返せば別にあれやな。そんな、負けてないね。何これ ?5 か。よし。5を買いに。5! よし粘れよ、それオッケーオッケー、回転したらあかんで。で、プロコン振ったら、あ、待ち。プロコン振ったらなんか、あ、で、これ5上向きあるから提出しよう。振って調整しようと思ったんですけど、まあいいや。ダイレクト。4、5、6はいらんもないで、ストレート終わってますから、エース狙いでいいんちゃうか。あ、4、ピンポイント出し。4ピンポイント出すか。5に切り替えて4ダイス狙いですが、さすがにそれは、エース切りやな。なるほど。まあ、適当に狙ってエース切るっていう感じやな。6余裕があるから。心がれ!よいしょ!落ちようか?そう、落ちてなんかビッグストレートしようや。え?認められずが。でもここストレート狙わないとまずいんで。これ一緒か ?2454。あ、でも245で3狙った方がいいんか。ほんなら、ショートストレートかつビッグストレートになるから。ん?大丈夫?これ。3やで、3やで。6? ヨット切りー!きつい!
いや、まだいける、まだいける。ここで相手がヨット当てない限りはまだ繋げるんだ、バトンは。ここ4ダイス勘弁してほしいな。オッケー、勘弁してもらって、ヨット切れしろ。よし、これ、ヨット切れ。えや、ヨット切れ。よし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 。ロックでいきます。うん？これまずいな。ほんまに当たらへんな。4-6-S ストやろ。まあ、一応、きつい。何狙おう。3、あかんのか。ちょうどストレートが当てにくいな。な、6だけ引いて S 切るか。これで引いて、8で定数するか、もう。いっそのこと。8で定数しよう。どうせ6-24でボーナス取れるんやから。これだって負けちゃうやろ。多分相手もボーナス取るから勝負しな、負けんのな、どっかで。3-3-3。あ、取った相手ボーナス取るもんな、これな。ほぼ確定盤面やから、俺は、下をちゃんと競りかけなあかんから。ストレートに見えるけどね。ストレートに見えるがあかんという判断、こうか。で、4待ってっていうことやな。こう4を、4を先に引きたいね。4来た！ほんなら16両待ちで、一応バトンが繋げる。1来た！いけ！そのままダイレクトテイス！ここに変わったぞ、なんか。スルッと。マジシャンのように。相手は、だからもう4とかデュースが適当に取れば当たりやもんな。デュースやな、これ。デュースに切り替えて、フルハウス狙ってくれた！ラッキー！外ろ！よっしゃ！で、これで、でも借金ならんもんな、これでも。あ、なんでや、デュース入れへんねや。どうした、間違えてる、間違えてる。甘く入った。ビッグされてこい。1-2-3-4。お願い、ショット、6番。1番、6番、もうなんでやねん。もう、いけ !1 番、6番。もうなんで、頑張ろうよ、そこ。じゃあもう B 切るわ。もうここで当てれんかったらもう B 来おへんもん。さあ、これ4に切り替えて。やめてな、もうやめとき。うん、8で定数し。いや、これ相手ミスったんちゃう？チャンスあるぞ、これ。よし！これ結構相手苦しい。6、4つで勝ちやぞ、これ、ほんまに。どうした？これはフルハウスではなく、6、4つプランでいこう。いけ！あかんのかい。6頑張って！フルハウスだ！ギリギリバトン繋いだ。あぶねえ。なんとかバトン。魂のバトンになるわ、これ。うわあ、ダイレクト停止されるやん、これ。うわあ、これ、切り替えてくるよな。1-0-1。あかん、もう停止されるわ、これ。17で。ただ、まだチャンスあるよな、これ。チャンスあるけど、どちらにしろ6、4つ当てない話じゃないの、これ。6。6いっぱい、集まって。あー、なんかストレートみたいなの来てあるし。あかんわ、もうこれだからしょうがない。ここはもう諦めて、こうやな。で、6、4つで勝ちだ。相手多分2、3つ当てるのしんどいから。当たっちゃった。あ、大変ありがとうございました。気持ちよく当てられたわ。一発でしかも。うわぁ、これは届かない。これは届かない。6-5-30でやっても無理や。全部6でもダメだ。うわぁ、でも結構6頑張ってくれてるわ。どこであかんかったんやろな。あんま分からへんかったけどな。ミスった感あんまなかったというか、当てれなかったな、今回は。すまねえ、当てれなかった。ごめんなさい、負けた。くぅ。
当てれませんでした。さあラストゲームいきましょうか。ドローリーさんとのラストゲームです。うわーうまいな。666初手やろうぜ。初手3つやったらもう4つ当たるようなもんやからな。どうする？いかへんのそこ、行きときや。624。いやーそういうことか。それやめてほしかったな。もう素直にフルハウス入れてくれと思ったのに。これはエース狙いかな。あんま狙ったらあかんねんけどね。よしよしよし。まあ、最低保証を取っとくってことは大事ですからね。オッケー、4つ。4、オッケー。まあ、これはいいんじゃない？3、4、5のストレート狙いか、3狙い。3、4、5のストレート狙い。2、6、両待ちやからほぼ当たるな、これは。お、回避したか。ほぼ当たるからね、こんなもん。おっと？まあ、でも、3切りでもいいしな。あ、チョイス切りありやな。よいしょ！ん？ね、2とかする？ 6 した方がいいか、これ、素直に。あ、じゃあ3にするか、ストレート狙うかやけど。3にしよっかな。3にしよう。ストレート狙います。2、3、4。行こう。両待ちやしな、一応。オッケー。ストレートで、15点。ピコン。さあ、それが転がって、4になりましたんで、4がでかいな、逆に。4つ！すえー、元気よく入れに行ったな、ヨット。提出しに行きましたね。んなら俺は抵抗しなあかんからな。6で行きますか。6で集まってもろうってフルハウスですが、これはもう2かな。2でヨット狙いに行こう。ヨット来い！うわ、でいいや。ドーン！4-4。さあ、これフルハウス22取るやろね。取るよな。うまいな。お。1-2-3。あ、でもショートスレード終わってるから3だけか、これは。スモスト終わってるんで。うわ。やばくね、これ。もう3か。え、これ結構厳しいな。集まれ。ん？あ、まあ、チョイス20で並んどくか。一旦。ストレートに見えます。あ、それ狙わへんねや、ここ。助かった。オッケーオッケーオッケー。ストレート狙わなかったんで、これはでかい。おっしゃ、フルハウス狙ってる。間違えて。間違えすぎやけど、それは。トイスもフルハウスも回ってますから。5に切り替えて、うーわ、オッケー、よかぶね。今のもう4つ当てれたらマジできつかったからな。危な、もう今ので勝負決まってまうからね。全部6に見えるぞ。トントントン。フルは。6来た！帰っていくんかーい。いけ！頑張れー！頑張れないか。ここ頑張ってほしかったな。あー、相手4埋まってない。ここまでみたいです。楽しかったです。ここまでだ。うわー、これ4です入れられんちゃう。4しとけ。よし、よかった、助かった。ちょっと助かったな。
ヨット狙いたいな。もう勝負仕掛けな、負けるもんな、これ。ヨット狙います。2! よっしゃ !4 ダイス?いや、これはもう当てるしかないぞ。あ!優しく優しく。あ、行っちゃった。ほ。よいしょ。ほ、ほ。プロコン振って。オッケー。で、ダイレクトです。なんでやねん。いや、でもここはね、ヨットは残さないとあかんから。フォーダイスだ。ヨットかつビーストで一応勝ち筋やから。両方当てないともう勝ちないですから。あえてボーナス取んねんから。オッケーオッケー。もうそれしかない。ヨットかつ B 行くしかない。全部行くしかないんで、こっからは。もう後戻りのできない。行け!行ってでもミスれないという戦い。もうミスられんから5、1個来てほしいな、ここ。行け!よいしょ、ナイス!危ね!ほい。ヨットかつ B が勝ち筋や。そのためにフルハウスとかミスってられへんからな、こっからは。わーっと、一六両待ちされたらもうダメだ、これ。これは届かない。これは届かない。もうやめて、もうやめてやん。俺一生懸命やってるやん。最後まで諦めんとやってんねん。絶望させんといてくれや。すごい筋こい。判定所?お、このまま、切断すれば引き分けという判定になりますが。ならへんのかい。じゃあ、トレイか。お!最低保証ライン。いけー!プロコン!フリ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 超絶フリフリ回し込みビームいけー!全部3来い!おっしゃー!惜しい!ドカーン!あ。あ、でもこれもうないんや。いや、もう4ダイスか。いや、これ相手、最高得点出るんじゃ、過去。280点ぐらいいったらもう過去最高得点っすよ。ノット!よし、助かった。デュース、デュース。オッケー。よし、チャンス。いけ、フォー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 。あ、なんか、ストレート。ストレートに見えるから、これ狙わなあかんわ。ここ狙わなあかんな。これもう5を当てに行くしかないね。ちょっと待ってな。こうしっかりやるわ。こうやって。ちゃんと、こう、クッキングさせてもらっていい?よいしょ。来た!で、これ、あー!時間がない!持ち時間が持たない!ダメだ!引け!ゴールでしょ!あ、1か!じゃあもう負けやないかい。今の外した瞬間負け書くかよ。ダメだ。あ、ダメだ。もうどこまでパーフェクトゲームすんねん。あんた、お前がせえよ。あ。4待つしかない。4いけ!もう、ダメか。4来た!よし !4 出る!あ、ダメだ。さあ、これはまずいことになってしまう。いや、これ6の4ダイス行こうとしてるね。一回払わないで行く。4ダイス切り。もう届かへんのな、俺。ストレートとかやっぱ引けなかったってのが痛すぎたな、ほんま。せめてその辺引いてればチャンスはあったんですけどね。何も引けずということで。いけずでしたね、ほんまに。相手3、1個でラボーナ確定。ラボーナ。いやー、強かったな。素晴らしいゲームでした。ラボーナー、235点。いやー、やられたな。面白かったね。結構まあ、粘り込んだんですけどね、一応ね。
2。さあ、36分の1、どうでしょうか？のとー。はい、それではご視聴、ありがとうございました。